ありがとう。ゆかちゃんも助手席お疲れ。はい、というわけでね、この後知床半島の方にいよいよ向かってきます。イエーイ。知床半島の縦断してる知床峠っていう、まあ、絶景の場所、うん、あるんですけど、今、うん、通行止め中です。もうなんとか頑張ってもらうと、天気に知床峠さんに頑張ってもらって、なんとか景色見たいんです。知床峠から景色綺麗なの？めちゃくちゃ綺麗らしいです。そこは絶対見た方がいいみたいな。なので、なんとか通りたいんですけどね。運次第ということで。ただ、どちらにしても知床には行きたい。知床5個とかね。まあ、世界遺産ですから、だって。世界遺産の知床、向かって、行きましょうよ。はい。じゃあ、ゆかちゃんもご協力のほどよろしくお願いします。レッツラー。おい、タイちゃんが言うな。おーい。レッツラゴーは、タイちゃんに著作権がありますから。そうやったけど、はい。多分勝手に使っちゃダメ。多分見てる人はほんまどうでもいいと思う。ほんまにどうでもいい。お前のレッツラゴーどうでもいいわって。はい、というわけでね、天に続く道、天に繋がっちゃってる道に到着しました。イエーイ。この展望台登るの。おお、絶景。おお、すごい。まっすぐで長くてみたいな。なあ、ずっと向こうまでこう道が筋が入ってるのが見えるもんな。見える。ええペンに向かってレッツゴー。なんやろ、なんかずっとまっすぐの道はもう結構見てきたけど、めっちゃ長いな、ここ。うん、ここはマジで長い。じゃあ いよいよ知床に向かっていくよ。レッツラゴー。すごい、オホーツク海。うーって、この崖、どこまで続くんこれ。うわ、なんか綺麗やな。山やったやろな。それを掘って道、山をな、道に掘ったやろな、ちょっと無理やり。すごいな。ああ、しかもめちゃくちゃ長いやん、その道が。こんなん誰がここまでやるの。いや、俺じゃないです、俺じゃないです。おしんこしんの滝が見えてまいりましたが、ちょっと急ぎますのでお別れです。おしんこしんの滝。うわ、うわ、しんこしんの滝。うわ、結構普通に街になってけど、急に、うん、トロ、シリエトク、シリエトク、シリエトク。でかいし、綺麗し、でかいし、綺麗。コンビニもあるし、セイコマート。え、めっちゃ都会やん。うん。はい、というわけで、道の駅ウトロ、シリエトク、道の駅ウロ、シリエトク到着。いえ、ゆっくり過ごしましょう。はい。うぅ、すごい広いね。めちゃくちゃ広い。いくら、サーモン、カレー、鹿、牛、そば、そば、ブリと、ゆかちゃんはまたカレー。カレーいただきます。はい、おはようございます。はい、ウトロシリエトクという道の駅でちょっと一泊しまして、で今日は知床5個、これ行きます。なんか知床5個は朝7時半からスタートみたいな
今の季節はちょっとあんま入れない季節みたいなので、知床5個のうち見れるところと見れないところがちょっとあるみたいなので、これはもうちょっとどんまいと、まあ、ここ知床世界遺産ワールドナチュラルヘリテージ世界自然遺産ここすげえな、おい、うわ知床の紅葉すごい、綺麗、もう手つかずの自然が残ってるっていう状態ですね。あーすごいね、な、あれ山お前山山えぐ山すごいな、雄大やな、でかすぎ、あの山雲乗っかってるやん、雲が起こって、うん、5個ってここの湖がなんか並んでんのかな、いや並んでもいいやん、その成立せんねん、1,2,3,4,5 っつって5個あるから、うん、その中から一つ好きな選べると、その中から一つ好きな選べる何の話うわすごいな、この雄大な山は、この山ちょっとえぐいな、いや知床すごい、どうですか、いや感動やね、俺はかなり好きな景色、これだって見たことないやろ、この山のこの迫力、見たことない、なあ、えこれあれ、え7時半会場、あ開いた、開いた、 今ちょうど開きました、はい、今開いた、大丈夫です。はい。昨日雲出ちゃって、まだね、うん、調査中なんで開くか開かないかまだわからないんですよね。昨日雲出たの？やばいやん。でも一個は湖見れるらしい。一個は見れるけど。行きましょうか。知床5個到着、イエイ、ヒグマ出没により地上遊歩道は閉鎖中ですということで、昨日ヒグマが出たみたいです。ここは歩けますよと、木道になってるから、うん、行って帰ってくるだけね、うん、1個多分2個3個4個5個ってある、でもこっちは工事中なんでそもそも無理、行けないんですよ今、時期的に、うん、まあいいでしょう。で俺は今回こう行こうかなと思ったんですけど、ここが多分無理なんですよ今、うん、高架目黒のみがこう行ってで帰ってくることだけできるということなんで、くれぐれも離れないようにしますね。ちょっと歩きますけど頑張りましょう。こっちから入ると折り返しコースだいたい40分ぐらい往復。昨日クマが出たと、え、この茂みの中隠れてても分からへんもんな、分からん、寒い、まっさすぎてね、まだ人が誰も見ないんですよね、すごい向こうの方まで山々が、ここに電気の柵があるんだよ、これでクマが来へんようにしてるから、あ、まあ、安全やと、なるほど、うん、これは絶景ですわ、そら絶景ですわ、すごいぞ、まあけど最高ということで、まあ、天気晴れてるのがいいですよね。この電線はだいぶ電流ビリビリなのな。もうゆかちゃん喋りません。疲れてしまったようですね。あ、鹿ちゃん、あれ鹿。あ、出た。自然の鹿だ。ゆかちゃん見れましたね。すごい。すごいな、なんかあそこで生きてんのが。あ。見えてきました、ゆかさん、今回の目的、知床5号が一つ、1の子、うわ、すげまあ、この道も歩けるみたいなんですけどね、ちょっとヒグマが出たということで、この道は封鎖されていると、今から帰ろうかなと
この壮大なこの木道をまた帰っていくわけですけどね。すごいな、自然の凄さを感じたな。うん、綺麗。綺麗やな、すごいな。あの雪と紅葉の境界線があるのがちょっとすごいな。うまいな、うまいや。僕たちはここにいますと。でこの道を歩いていったと。こうでここでゴールして折り返して帰ってきたんですね、さっき。うん、でこの道がほんま行けるんですけど、今ちょっとクマが出たと、昨日。うん、だから、今通行止め調査中で、こっちは今工事中につき立ち入り禁止やから、今はちょっとこの道行けないと。はい、というわけで知床最高ということで、シンプルに最高ということでしたね。絶景でした。うん、こっちからカムイワッカの滝に行ける予定やったんですけど、通行止めです。工事中、なんか事故、落石対策のなんか工事をしてるらしくて、これからのために整備をしてくれてるということですね。でもまた来ようよ。うん、知床2個3個4個5個見てへんし、シンプルに。うん、じゃあ次の目的地に向かってレッツラン GO! こうって言ったらどんな顔してんのかなって。どんな顔してんのやつは。